N ビボで共同研究、プロジェクトの共有と合体の仕方。この動画では N ビボのプロジェクトを他の人と共有する方法と、自分のプロジェクトと他の人が作ったプロジェクトを合体する方法をご紹介します。 N ビボに取り込んだデータやコーディングを行った内容などはプロジェクトと呼ばれるファイルにまとめて保管されています。チームで作業を行ったり、共同研究を行ったりする際、N ビボを使うと簡単にデータを共有したり、それぞれの作業内容を合体させることができます。最初に N ビボのプロジェクトを他の人と共有する方法をご紹介します。N ビボのプロジェクトは、プロジェクトを新規作成するときに指定した名前と場所に一つのファイルとして保存されます。このファイルをコピーし、USB メモリやネットワークドライブなどを利用して他のパソコンに移動すれば、そのまま開くことができます。N ビボのプロジェクトを開くには、そのプロジェクトを作成、使用した N ビボと同じか、より新しいバージョンがパソコンにインストールされている必要があります。例えば、N ビボ11で作成したプロジェクトは、N ビボ12で使用できますが、N ビボ12で作成または使用したプロジェクトは N ビボ11以下で使用できません。万が一のデータ破損などを避けるため、プロジェクトをコピーし、バックアップとして保存しておくことをお勧めします。次に、自分のプロジェクトと他の人が作ったプロジェクトを合体する方法をご紹介します。この機能はチームで手分けしてコーディングを行うときなど特に便利です。まず作業の対象となるソースなどを用意したマスタープロジェクトを作成します。これを事前に用意しておくことで作業内容のすり合わせがしやすくなります。コーディングの方針が決まったらマスタープロジェクトをコピーして作業者それぞれに共有します。作業者はそれぞれのプロジェクトファイル上でコーディングなどの作業を行います。作業が終わったら各プロジェクトファイルを合体します。これを N ビボではマージすると呼びます。マージしたプロジェクトを検証し問題がなければこれを次のマスタープロジェクトとして研究を進めることができます。マージを行う前にそれぞれのプロジェクトをコピーしバックアップとして保存しておくことをお勧めします。プロジェクトを共有、マージする操作方法を見てみましょう。作業の基準となるマスタープロジェクトを用意しました。これがプロジェクトファイルです。他のファイルと同じようにコピーします。コピーしたら分かりやすい名前に変えて作業者に配布しましょう。作業が終わったら、プロジェクトをマージします。どれか一つのプロジェクトをコピーし、名前を変更してマージの受け皿とします。受け皿のプロジェクトを開き、インポート、プロジェクトをクリック。参照をクリックし、マージするプロジェクトを選択します。1回に1個選択可能です。インポートをクリックすると、プロジェクトがマージされます。新たにインポートされたもの、重複しているためインポートされなかったものの一覧が自動的に表示されます。この画面は一度閉じると再表示できないため、取っておきたい場合は右クリックして、レポート結果をエクスポートしましょう。複数の作業者が行ったコーディングがしっかりと合体されているのがわかります。ご視聴ありがとうございました。